え皆さん、こんにちは。おはようございます。マーベリックチャンネルです。えー、ただいまですね、速報で入ってきました。えー、また、北のお国がミサイルを発射して、日本を通過していったということで、えっと、避難してくださいというね、とあるニュースメディアの方で、 報じられております、えー、と詳細を申し上げますとミサイル通過7時48分ごろ太平洋へ通過したものとみられると、えー、不審なものを発見した場合には決して近寄らず 直ちに警察や消防に連絡してくださいということで、えー、これの対象地域が宮城県、山形県、新潟県ということです、えー、こちらの方にねお住まいの方は特にご注意くださいそれと身を守る行動を取られた方が良いかと思います、えー、続けてね発射されてる 可能性もありますのでぜひともですね、分、えー、の日からですね、えー、複数回発射を繰り返しているようですので、えーまああのー、間違ってですね着弾する可能性もない、絶対ないとは言えませんので。 えー、狙った場所ではないところに着弾する可能性もありますのでね、えー、それが国内の陸地だった場合には非常に、えー、危ないですから、えー、念のためですね、えー、頑丈な建物ですとかね えー、地下空間のある施設などに避難された方がよろしいかと思います、えー、朝早い時間ですけれどもね、えー、身を守る行動を取られた方が良いかと思いますのでね、えー、この情報は、えー、首相官邸の危機管理情報 の方からの情報です。はい、えー、ということでですね、えー、去年お,お知らせしました。えっ、ー、と、8時。 えっとね、午前8時の首相官邸からの情報ですね、これははい、えー、皆さん十分ご注意ください、特に、えー、宮城県、山形県、新潟県の方々ね、えー、そちらの方向に主に、えー、飛んでいく可能性があります。あのー、通過を 先ほどの発射されたミサイルは、えー、通過をして太平洋の方に、えー、落下したものと思われますけれどもね、えー、続けてね、えー、そのようなミサイル同じようなミサイルが発射される可能性がありますのでぜひともご注意なさってください、えー、自治体のですね避難情報などを あの聞いていただいてそれに従って、えー、行動を取っていただきますように、えー、くれぐれもご安全に行動をされますようにね、えー、お願いいたしますはい、えー、それではね、えー、北の国がミサイルを発射したというね最新情報を えー、今、速報で入ってきましたので、ねえー、お伝えしましたそれではまた引き,引き続き情報新しい情報がありましたら、えー、お届けしたいと思いますので、ねえー、よろしくお願いいたしますそれではご視聴いただきましてありがとうございました失礼します